で、この地元の東正造さんにですね、活躍をしていただきたいというふうに思っております。はい、お話をしてまいりました、脱原発のこと、そして、あと消費税のことについてですね、今日一緒に、来ております。瀬川康介さんですね、たくさんご紹介。彼はですね、小沢一郎さんについての本、仲間や一体暮らし、ということをですね、書いて、いろいろと政治のことが詳しいですね。よろしくお願いします。瀬川康介さん。商店街行く皆さん、僕の話を少し聞いていただけませんでしょうか。僕は売れないもの書きをしてまして、小沢一郎を激励する市政の会という会の代表をしております。この数年間、小沢一郎という政治家を、マスコミ、官僚、政界がこぞって、小沢殺しでもと言ってもいいように、小沢バッシングをやってきました。そうした中でつい先だって小沢一郎という人は、国民の生活が大事という信条を作りまして新しい船出をしたわけです。小沢一郎という政治家はおかげではありませんから、民主党がそのままで残っていればそれなりの地位をもらえた、それなりの地位が保全できたにもかかわらず、あえてまた壊し屋と考えながらも新しい政党を作る、一体これは何なんだろうということが一番の問題になるんじゃないかと思います。小沢一郎はこの頃やった一方面で岩手には、小沢一郎という人はその選挙で20年間で逆に彼れば政治的な人たちを日本改造計画の中で、国民政治家というものは官僚や企業の弁護士だったらならないんだ、政治家が政治家を変えるには国民の弁護士でなくてはいけないんだ、それを書き、それを実行し、それを主張し、くじけるたんびに、阻害されるたんびにまた立ち上がって、それを引き返してこの二十数年間行ってきたことです。その小沢一郎の政治理念、政治姿勢に共鳴した一番の人が東正造という人でした。皆さんもご存知の通り、東正造という政治家は、あのまま最初は公明党におりまして、公明党からそのまま出ていれば、今はベテラン議員として重きをなしていたにもかかわらず、学生を確保で自由党に行き、学生を推し、政権交代を成し遂げ、そのまま残っているのは安泰であろうにもかかわらず、またこの度新党、小沢一郎と一緒に新党を作って民主党を飛び出したわけです。彼はなぜここまでするのだろうかと思うときに、彼の政治姿勢をこの20年間近くよく見ておりますと、彼もまた小沢一郎と同じように、政治家は国民のための弁護士じゃなくてはいけない、企業や官僚の弁護士だってはならない、それを心に深く打ちかけて自分の政治の道を歩いているように思います。これは誰でもできることではないんです。小沢一郎という人にもたくさんの、この20年間たくさんの同情する議員がいましたが、その大概は皆抜けてなくなり、今東正造という人がたった一人でいいくらいに、長年の盟友として政治活動を続けているわけです。僕は小沢一郎を激励する市政の会という民間の有志の団体を組織してまして、1ヶ月ほど前に北海道の小樽から初めて小沢一郎、そして小沢一郎を激励した同調する議員たちの少しでも役に立てばと思って全国を歩いて遊説して歩いています。今この亀戸という初めての場所に来ておしゃべりをさせてもらってますけども、小沢一郎と東正造が何を大事にしてきたか、それは国民の生活というものが政治家にとっては基本なんだ、これを崩してしまったら政治家は政治家でなくなるんだ、それは勝つとか負けるとか大多数になるとか共通党になるとかという問題ではなくて、
政治家としての生き様をやるんだと。それをただ顔に捨てたのに自分の政治制度をかけて戦っているわけです。僕はそうしたら小沢一郎さんに東京の議員のその政治姿勢、その政治理念、その思いを非常に高く評価して、今こうしてここで食べらせてもらっているわけです。自分の思いを語ることでありましたら、その日本側の背中に優しい笑顔の人々の前でやっていただくとありがたいなと願ってやりません。なかなかとつまらない話をしてすいませんでした。失礼します。はい、亀井戸の皆さん、どうもお邪魔をいたしました。ありがとうございました。こうやってですね、全国を回っておりまして、北海道、東北といって、この暑くなってからね、東京に入ってまいりました。ぜひ、この地元の東正蔵さん、国民の生活が第一の幹事長ですね、新年の政治家、応援をしていただきたい。そして脱原発を我々国民で成し遂げようというお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。